山越、一本杉の棚田山越は、新潟県長岡市の南東部に位置する地域。2005年4月1日に同市に編入合併された、旧山越村に相当する。丘陵地の斜面に広がる森林と棚田、西木鯉の養殖、そして、牛の角きと呼ばれる闘牛など、日本の原風景が残る村を、観光資源として PR している。 周辺の中山間地域と合わせて二重、村京とも呼ばれており、この地域は雪の恵みを生かした稲作料理として日本農業遺産に登録されている。2004年10月23日に発生した新潟県中越地震により甚大な被害を受けた山越村は全村避難となり、隣接する長岡市などでの避難生活を余儀なくされた。避難指示の解除後は、 各集落で住宅の再建や修繕が行われた。キカゴ集落や奈良の木集落など、村内で移転して再建した集落もあるほか、村内には復興モデル住宅として景観に配慮した、下見田張と漆喰町の白壁の公営住宅が建設された。しかし、震災以降に地域外へ生活拠点を移した世帯も多く、域内の高齢化は深刻である。 四方を低山で囲まれており、傾斜地の割合が高いことから、棚田が古くから発達した。中越地震で発生した地滑りは、稼働閉塞によって、地域内各地に天然ダムを形成し、現在も芋川流域などに確認することができる。全域が特別豪雪地帯に指定されており、住宅は1階を RC 作りの倉庫や車庫として、その上に、 木造の2、3階を置く、高床式のものが多い。旧、山越村役場が、山越支所となり、市民サービス窓口を開設している。合併後、山越地域のすべての地名には、古志が冠されたが、2006年7月、NHK ドラマ、心や中越地震などで知名度が高くなった、山越の地名を復活させたいという多くの地域、住民、旧村民の声を受けて、 長岡市議会に定義された町名変更の議案が可決された。これにより、同年11月1日から山古志地域の住所表記に山古志の名が1年8ヶ月ぶりに復活することとなった。西木越の品評改村域内には小学校と中学校分校が各1校を所在し、山古志竹沢に両校を併設した校舎が設けられている。NPO 団体。 中越防災フロンティアによるコミュニティバス、クローバーバスが地域内の運行を継続している。2020年に至るまで地域内を経由する鉄道路線はないため、行きから訪れる場合は、路線バスとクローバーバスの乗り継ぎ、タクシーもしくは自家用車でのアクセスとなる。最寄り駅は、長岡駅、区内駅、小千谷駅、越後川口駅、越後広瀬駅など、 2010年代以降は廃車サービスによるライドシェアや自動運転車の実証実験が行われている。旧中山水道村域内には高速道路が経由する箇所はない。最寄りのインターチェンジは関越自動車道の王子やインターチェンジとなる。現在も国道352号など未成区間が残存している道路や一部県道には当期間全面通行止めとなる区間がある。 中越地震では、損益内の多くの幹線道路が寸断された。山越虫亀の棚田、棚池メディアを再生する動画、牛の角付き多数の農産物直売所が設けられていることが特筆される。イベントカレンダー、山越ポータルサイト2009年からは、東洋大学陸上部が山登り対策で練習した。柏原隆二が1年生の時だった。その結果東洋大は、 箱根駅伝王路4連覇を成し遂げた。2018年に至るまで山古志合宿が毎年恒例になっている。現在の行政区分としては山古志地域ではなく長岡地域に属するが旧大田村のよもぎ平集落なども旧山古志村として紹介される場合がある。約半年間という短い間ではあるが山古志村に属したのは 事実なので間違いではない。長岡市併合以前の発表作を含む、ありがとうございます。